FM 流進堂 FM 流進堂 DJ の流進です。現在夜の午前2時半ぐらいですか、2時40分。突然武田M君がうちに来まして、明日卒業式なので、明日というか今日か今日ですね、卒業式なので同学年の皆さんにプレゼントをしたいということで、なんかこの前撮ったビデオをね DVD に焼いてあげたいということで、いきなりうちに来まして、そしていきなり来た上でいきなり宇宙について考えたいと言い出しましてじゃあ M 君の考える宇宙についてちょっと聞かさせてもらいたいですね。あゆむくんは何ですか、あゆむにとって宇宙って何なんですか。何ですかね、不可解ですよね。不可解、多分分からないことが多すぎて、まあでもそれだからすごい惹かれますよね、なんか。じゃあ今現時点で知っている範囲で、あゆむくんの宇宙の知識をちょっとご披露してください。宇宙の知識、宇宙の知識、例えばビッグバンがね起こって宇宙が始まったと言われるけど、 あ、はいはい、あれは嘘だーとか。それ俺の知識なんですか。宇宙の知識難しいですね、それ。宇宙はあんま関係ないかもしれないですけど、文明はあったんじゃないかって思うんですよ。文明、スターウォーズみたいな感じ、昔昔っていう感じ、超古代文明があったとか、いや地球にもあったんじゃないかって勝手に思ってるんですけど。おお、人類が生まれる前46億年も歴史があるわけだから、地球は46億歳だから、昔はもう超古代文明があったんじゃないかと。ああ、それは思うというか、勝手に妄想します、そう考えるとなんか面白いですよね、また繰り返すみたいな。それはそれは知的生物だったと思うの。思います、思います。あ、例えばさ、生物学でいうと知的生物っていうのは、どこの生物からも生まれる可能性があるっていう話をね聞いたことあるの。僕ドゥガール・ディクソンっていう生物学者の本にはそういうふうに書いてあるのね、だから猿科が知恵を持つかもしれないけれども、もしかしたらイカが高等知能を身につける可能性もあると。はいはい。でその種類によって変わるんだって。そこのさ、アフターマンっていう本見える？一番左側の本。それはドゥガール・ディクソンの書いた本で、あとその隣にフィーチャー・イズ・ワイルドっていう本があるでしょ？それも同じ作者の書いた本なんだけど。いやいや、そうだよ。例えばですね、生物界では、空を生活の中心としている生き物だとか、地上を生活の中心としている生き物はいるんだけど、その生き物がいなくなると他の生物がその場所に移り住んでその地位を獲得するわけね。よく言われるあれですか、海から出てきて陸上に行って飛ぶみたいな。そうだから、例えば魚の形をした鳥がいる可能性もあるわけよ。絶滅する種類とかが変化すると。だから象の代わりにイカが歩いてるってこともあり得るらしいの、このドゥガール・ディクソン曰く。でそれを考えると、知的生命体もサル科以外から誕生する可能性もあるわけよね。まあまあそれは、まあ恐竜でね、そういう知的な発展した恐竜がいるんじゃないかっていうのはよく聞くけどね。あ、それは俺じゃないっすね。知的な恐竜、
なんかあまり相入れない単語な気もしますけどね。まあそうだけどね、でも恐竜の中から進化したのは鳥で、あのシソチョウとかいるでしょ、はいはいはい、で鳥がまた進化したのが、まあ、人間の方に繋がってきてるから、うん、まああながち間違いではないよね。まあ、ネズミとかもネズミの祖先だけどね、人間は、うん、あ、そうなんですね、うん、そうなんだよ。どうなんだ、仮に、うん、こう人間がいなくなるとするじゃないですか、うん、今、うん、したら、うん、人間が住んでる土地とかを、うん、こう代わりにとって代わる生物が生まれるかもしれないのかな、うん、でもそれにしては違うね。あとビルに住む生き物とかね、あ、うん、増えるんじゃない。あとさ、人間が新しい島発見をしてそこに移り住んだりするっていうことあるわけじゃん、はいはい、だから発見されるまではその島には人間っていう生き物はいなかったわけでしょ。そうですね、だからその島にとっては別に人間って必要じゃないわけよね。だから実は知的生物って別に生物界の中で必要じゃないんだよね。いなくても成り立つんだよね。まあまあそうですよね、うん、結構それ何にでも言えちゃうようなところあるけど、うん、そう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 。だから例えばさ、火星にまだ今いまだ知的生物発見されてなくて、火星に住んでる生き物って、はいはい、まあ、ウイルスとか微生物だけは発見されてんだけど、ああそうなんだ、うん、まあ必要としないわけよね、火星にとって知性っていうのは。ああ生物が、うん、生物、うん、だから必ずしも知的な生物がその地域にないからって知的生物は生まれるわけじゃない。でも火星にウイルスが生きてるんですか、うん、それは。うん、へえ。だって火星って氷で凍ってるんでしょ、はい、でその氷の下は昔川が流れてたっていう跡があるんだよ。その全体の温度を温めると火星は生物がまた住める星になるっていうことらしいのね。今人類が100年とか200年かけてもう一個住める星作ろうみたいなテラフォーミング計画っていうのがあるんだよ。ガンダムみたい、うん、ガンダムみたいな感じだよね。まあそんな感じなんですけれども、宇宙って、はい、じゃあまた話戻るんですけど、はい、知的生命体が必要なのかな、宇宙にとって。宇宙にとってはいや必要じゃないんじゃないですかね。だよね、うん、だってさ今銀河系の中で知的な生物がいるのって人間以外はまあ認められてないわけでしょ。そうですね、その X ファイルとか以外では。 X ファイルはそうすると銀河系みたいな意味合いでなんとか星団とかさ、なんとか他の 太陽系ね、他の太陽系とかな、はい、他の、まあ、銀河の外の世界で知的生命体がいないエリアってあるわけじゃん、うん、単純に考えて。可能性はありますね、うん、でも別に必要としないんだよね。なんかやっぱりその謎が多いですからね、うん、多いからね。だからもうそこはね、複数あるっていう、うん、まあ言われりゃそんな気もするけど、うん、見たことないからもう、まあそうだよね、判断しようがない、うん、見るだけだったら望遠鏡で見ることもできるけれども、やっぱ確かめるっていうことになると現地に行かないといけないからね。そうですね、うん、やっぱ見てるだけじゃ分かんない情報もいろいろあるんじゃないですか、うん、で歩夢くんは明日で卒業じゃないですか。飛びましたね。大学4年間頑張って彫刻やってきたわけじゃないですか。うーん、はい、うん、でそのある種の感慨深さなんかも多分あると思うんだけれども、なんでそんな宇宙について考えてんの。ああ俺なんでそんな宇宙のことばっかり言ってんの。いやたまたまさっき宇宙の本見たからじゃないですか。あ、そっか。一番、うん、多分今この眠い状況の中で、うん、どの本を見ようかって思った時、うん、一番ストレスのなさそうなのが、うん、学研の宇宙です。俺の目に留まったのは